一つは、記憶力、判断力を見る検査になります。福島市の自動車学校で行われた高齢者講習。今日は運転免許を更新する74歳から81歳の8人が受講しました。75歳以上のドライバーが免許を更新する際に受ける認知機能検査、記憶力や判断力の低下があるかないかを判定します。買い物に行ったり、あるいはちょっと遠出したりする、危ない経験をしたりとか、ご自身の体力の衰えを感じることとかはこれまでにありましたか？今のところはないですね。検査の結果、全員が認知機能に問題はなく、実際に車を運転する機能講習へ。ほぼ毎日車を運転しているという74歳のこちらの女性は。線超えてますよ。停止線は超えないようにできますわ。一時停止をするタイミングが少し遅れました。一方、体力の衰えを自覚していた74歳の男性は。もう少し速度を落としてもいいね。ちょっとね、早いから、はい、自分の感覚よりもカーブでスピードが出ていました。慎重には慎重を期して、高齢者ですから。段差の乗り上げや一時停止の仕方など、あくまで運転技術を確認するための機能講習。それでも一人一人が自分がイメージしていた運転との違いを認識していました。自動車学校では技能講習の結果を受け止め、運転に過信をせず免許返納の時期を考える一つのきっかけにしてほしいとしています。若い時と違っていろんな面でね、身体機能でも、反射神経でも、全ての面で多少衰えが来ていると思いますので、それを少し自覚していただいてね、無理をしない、やっぱり事故に遭わない運転をしていただきたいというかね。高齢者にかかわらず、ハンドルを握る一人一人が自身の運転を日々見つめ直すことが大切です。